今日の動画はミツバチを無事に越冬させるコツと僕が防寒目的で冬囲いをしない理由冬囲い不要論について詳しく解説します少々理屈っぽい長いお話になりますが最後までよろしくお付き合いくださいでは行ってみましょうオープニング こんにちは TJ 養蜂器です長野県松本市で翻訳業の傍ら小規模養蜂を始めてもうすぐ6年目になりますこちらのチャンネルでは知られざる養蜂の世界や蜜蜂の生態などに興味のある方に向けてなるべく何かしら学びのある内容になるような動画を投稿していますので興味のある方は是非下のチャンネル登録とベルのクリックをよろしくお願いします 初めてミツバチを越冬させる方だけでなく養蜂している方は冬にミツバチが無事に越冬できるかどうか非常に心配で気が気でないと思います僕も昔はそうでした養蜂を始めた頃なんかはある日ミツバチの様子を見に来たらミツバチが全滅しているなんていう悪夢を見て飛び起きるなんてことが <laughs> 昔はよく分かりましたもちろんこの悪夢が現実のものになったことも何度か経験あるんですけれども今思うと何かのせいではなく全て自分の知識不足技術不足だったと思いますあの 生き物を殺してしまうことになるので本当に本当にがっくりくるんですけれどもそもそも基本中の基本として養蜂というものはミツバチを無事に養うことその知識と技術をしっかり身につけることが非常に大切だと思っていますそしてその技術のあるなしがはっきりと分かるのがこの越冬というイベントなんですよねまずはミツバチを無事に越冬させるコツについて簡単にお話ししたいと思います 第一にミツバチは寒さに弱いといとう誤解これをなくすす必要がありますミツバチっていうのは変温動物って言いまして周りの温度に合わせて自分の体温を上下させて適応することができるしかもミツバチは発熱機能も備えている変温動物でして、えー、群れで保温も行うことができるという特殊な昆虫なもんですからそもそもとして寒さにははミツバチは強いんですなので越冬中のミツバチが寒さが原因で死んでしまうということは実はないんです。 そのの実証例ととしして僕の越冬スタイルを紹介したいと思い思ますこの辺りは長野県のど真ん中標高1 0 0 0メートルあたりにある北条八場、八の場と書いて北条天文ですが寒さとしては12月1月2月と最低気温がマイナス10度からマイナス15度になるぐらいの環境なんですが去年に続いて今年も保温や防寒を目的とした冬囲いをなしでほぼ丸裸で越冬させていますそして全軍無事に越冬できていますもししミツバチが寒さに弱い昆虫だとしたら僕の ミツバチはもうとっくの昔に全滅しているので、ミツバチっていうのは本当に寒さには強い昆虫なんですよね。では、その寒さに強いはずのミツバチがなぜ越冬に失敗してしまうのか。それには主に2つの原因が考えられます。1つ目は餌切れによる餓死です。越冬中のミツバチというのは、巣箱の中に完全に引きこもって小さく。固まって 飛飛翔筋という飛ぶための筋肉それをプルプルと細かく震わして発熱しながらかつ保温しながら春を待ちますその飛翔筋菌をプルプルと震わすためのエネルギーが貯蜜つまり蜜蜂が秋までに貯めた蜂蜜それを少しずつ巣箱の中で食べてはプルプルと震えてみんなで保温して春を待つそれが蜜蜂の越冬スタイルですですから冬の間にその貯蜜がなくなってしまえば蜜蜂たちは発熱するためのエネルギーがなくなってしまってあっという間に餓してし しま,います餓死してしまったミツバチというのはスあの六角形の小さなセルの中に頭を突っ込んで死んでいるので見ればすぐに分かりますそれを避けるためにはミツバチに貯蜜餌を準備すればいいんですがその越冬中のベストの餌とは何かという考察についてはそうですね動画の最後に詳しくお話ししたいと思いますそしてもう一つのミツバチが越冬に失敗する原因というものが ダニです。ミツバチヘギ板ダニという年から年中ミツバチに寄生するダニがいるんですがこれがミツバチに寄生している状態では越冬に成功することはほとんどありませんエサ切れとダニこの2つが越冬に失敗する主な原因で寒さは関係ありませんそしてこの2つのつ原因を踏まえた上で、 越冬を無事成功させるためのコツというものについて簡単に説明したいと思います越冬を成功させるための準備というのは9月10月に始めて11月の終わりには完了するものですこちらの9月にやるべきことという動画で越冬準備としてやることを詳しく解説しているのですがこの動画の内容を簡単に説明するとヘビー、ヘルシー、そしてハッピーこの3つの H というものがとても重要な要素になります1つ目のヘビーというのは越冬するための 蜜越冬隊員ですねこれをウィンタービーというんですがこのウィンタービーがたくさんいて重い群れに仕立てるそれがヘビーの1つ目もう1つのヘビーが越冬のためのエネルギー源となる貯蜜をたっぷり貯めさせて巣箱を重くする巣箱の重さと蜜チの量それから貯蜜全部合わせて2 0キロもあれば越冬は成功するのかなと経験的に考えていますそして次の H ヘルシーについてなんですがこれは先ほど言ったダニですね気温が10 11度前後になる,11月頃になる と巣箱の中の女王蜂が産卵をやめるんですが産卵をやめるということは幼虫に卵を産んで増えるダニというものが数が 減っていくそしてその頃にダニを一気に叩くんだよというお話をこちらの動画でもしているんですがこのダニ対策についてはこちらのプレイリスト「ダニと戦う」で詳しく解説しているので参照なさってみてください今後もダニ対策については動画を作っていこうと考えていますそして最後の「ハッピー」というのはヘヘビーーーでででルシあればハッピーだろううという考え方ですね、えー、そしてもう一つ秋になるとスズメバチが巣箱を襲いに来てミツバチを殺してしまうもんですからそれを工夫を凝らして殺されないように すすることとにによって巣箱をハッピーに保つという考え方です僕のスズメバチ対策についてはこちらの「スズメバチと戦う」でも詳しく解説しているのでこちらも概要欄にリンクを貼っておくので参照なさってみてください、えー、今紹介した3つの H この3つの H を満たしていれば越冬に成功する確率っていうのはググっと上がりますむしろ満たしてさえいればあとは自動的に越冬してくれるものだと僕は考えています では次にに僕が冬囲いいいいししない理由についてお話したいと思いますまず冬囲いとは何ぞやという話なんですがこれはもう養蜂業界においてセオリー一般常識のようになっている越冬スタイルなんですが巣箱の出入り口を狭めてそれから蓋の横に開いている換気口空気を入れ替えるための穴そこも冷気が入らないようにガムテープなどで塞いでそれからミツバチをギュッと固めるためにミツバチがついていない巣枠を抜いてそして巣枠を抜いた空間には新聞紙なり 布なりを詰めてその上で保温資材などで作った囲いで覆ってそれで越冬させるっていうのが僕が最初に養蜂を勉強した時にもいくつかの本にはそういうふうに書いてあったんですが僕はそれをやらなくなったんですねなぜならその冬囲いをすることにデメリットがいくつかあるということに気づいたからなんですいやちょっと待てと9月10月に始める越冬対策で先ほど言った3つの H の条件を満たしましただったら ミツバチを保温した方がミツバチはもっとハッピーなんじゃないかヘビーでヘルシーでもっとハッピーなんじゃないかそのように考えるのは当然です僕も養蜂を始めて3年目まではそのように考えてましたでもそれはミツバチが寒さに弱いという誤解をまだ当時持っていたからなんですよね実証的にミツバチが寒さに強いということが分かっただけでなく論理的にに考えて冬ががすするるこことととデメリットがあるということを知ったんですねそのデメリットについて今からお話ししたいんですがその前に先ほど言った ウィンター,ビーの特性についいいて少しし紹介したいと思います春から夏に飛び回るミツバチこれをサマービーと言うとするとサマービーとウィンタービーの一番の違いは寿命の長さなんですねサマービーの寿命は4週間から6週間と言われていますそしてウィンタービーの寿命はなんと6か月から8か月なんて言われていますとにかく寿命が長いんですねその寿命の長い理由というものが生理学的な違いなんですこののウィンター長ー長寿長いライフスパン これが越冬成功の鍵になるわけですが長寿の理由というものがビトロゲニンという物質なんです。 例えば冬眠するクマなんかは秋にたくさん食べて皮下脂肪を貯めてその脂肪を少しずつ消費しながら寝て春を待つわけですが冬眠しないミツバチというのはどうするかというと体の中に脂肪を貯めます体脂肪体脂肪じゃねえ <laughs> 脂肪体と呼ばれる哺乳類でいうと肝臓に似た器官が体の中にありましてそこに先ほど言ったビトロゲニンという特殊なタンパク質を貯めるわけですこののビトロゲニンという特殊なタンパク質は卵卵生物物を産む動物のメスに 多く見られるタンパク質なんですすが糖や脂肪のような働きをするタンパク質ですそしてこれが長寿タンパク質と呼ばれていますつまりこのビトロゲニンのあるなしがミツバチの寿命を決めているんですもちろんサマービーにも体の中に脂肪体があってビトロゲニンは貯められているんですがサマービーの場合どういうことが起きているかというと巣箱の中にいる幼虫ですねあの幼虫から発生しているブルードフェロモン このブルードフェロモンに当てられた成虫のミツバチは本能的にそのビトロゲニンをサイ活動、餌を取りに行って花の蜜や花粉を集めてそれを幼虫に与えて幼虫を育てるための活動エネルギーとしてビトロゲニンをガンガン消費してしまうんです。ですからサマービーの寿命は4週間から6週間と短いんですが冬のミツバチはその必要がないので寿命が長いと言われています。そこで冬が恋する デメリットその1なんですがこれはですね冬ががししてて保温断いいいるせいでで中の女王蜂がいつまも産卵をやめないとどういうことが起こるかというと新しく生まれてきた幼虫がこれから越冬しようとしている時にまだブルードフェロモンを出してしまいますからそうすると越冬するために脂肪体にビトルゲニンを貯めていた成虫ミツバチたちは本能的にそのビトルゲニンを燃焼して外に飛び出してしまうんですよ。 そして外に飛び出しても冬には花は咲いていませんから戻ってきて何が起こるかというとビトロゲニンを消費するだけでなくせっかくヘビにたまっている貯蜜ですねそれを食べてしまうことになるわけです。つままりヘビがライトになってしまうんですね。 つまりしっかり寒さに当てて産卵を止めないとウィンタービーに必ず必要な長い寿命これが短くなってしまうんですビトロゲニンは少なくなってしまいますししかも貯蜜も減ってしまうそのデメリットが考えられます冬囲いのデメリットは全部で3つあるんですが2つ目のデメリットは先ほど言ったダニです本来ならもう産卵が切れて幼虫がいないはずの巣箱の中にじゃんじゃん卵を産んでいるもんですからダニにとっても天国のような状況になってしまうんですね 冬囲いを取ってしっかり寒さにあてて女王蜂の産卵が止まっていれば少なくともダニが繁殖するということはないんですけれども冬囲いをしていると産卵が止まらない上に親ダニの産卵も止まらないものですからせっかく9月10月にダニを落としたとしてもまたダニが増えてしまうわけですよ。そしてですね あろうことかそのダニが食物源としているのが先ほどお話ししたビトロゲニンなんですこれまでダニはミツバチの体に取り付いて血液やリンパ液を吸っていると考えられていたんですが2019年にアメリカのメリーランド大学で行われた実験によってミツバチヘギータダニがミツバチの脂肪体のビトロゲニンを主に吸い取っているということが発見されたんですねこれはサミュエル・ D. ラムジーという研究者の論文に詳しく書いてあるんですが彼の論文ちょっと読んだんですけど非常 非常に面白い研究をしてました、まあでもそれの説明すると長くなってしまうのでここではしませんがとにかくダニというものはミツバチの長寿タンパク質であるビトロゲニンを吸い取っているつまり冬が紅葉すると女王バチが卵を産むせいで成虫のビトロゲニンは減ってしまうしかもダニが増えればそのダニが成虫のビトロゲニンをさらに吸ってしまうそうすると長寿であるはずのウィンタービーがサマービー並みに寿命が縮まってしまうんですそうすれば4ヶ月ある冬を乗り越えることはまず不可能になってしまうわけですそして 最後に湿気です、ねまあ、冬囲いというよりは換気不足のデメリットなんですけれども先ほど言った通り冬囲いをする養蜂家の多くは入り口を狭めてしまいますし横の換気口も閉じてしまいますしブルーシートですっぽり覆って換気を全くできない状況にしてしまう人も多く見られますえこうすると何が起こるかというとギュッと固まっているミツバチそれからは水蒸気も出ていますので水蒸気が巣箱の中にこもってしまうんですねこもった水蒸気はどうなる かっていうと。 結露します結露するとびちょびちょになりますよねびちょびちょになると何が起こるかまず巣箱がカビます確実にカビが発生してしまいますまあカビ毒の可能性は低いとは思うんですけれども少なくとも衛生的な状況ではないですそしてその湿気が貯蜜を液化させてしまってその液化した貯蜜残った貯蜜が発酵してその発酵した貯蜜を食べたミツバチが下痢を起こしてしまうそういう危険性も考えられなくもないわけなんですよね以上長くなりましたが、ミツ 無事に越冬させるコツと僕が冬囲いをしない理由冬囲いの考えられる3つのデメリットについてでした参考になりましたでしょうか今日の動画を短くまとめますと9月10月に始める3つの H を満たすための越冬準備それからしっかり寒さに当てて女王蜂の産卵を止めることそして換気対策をしっかりすることつまり冬囲いをしないことですね 決して防寒対策を一切しない丸裸の越冬スタイルをおすすめするわけでもないですし防寒対策をしている他の養蜂家を否定するものではありません。たただ僕は先ほど申し上げたような考えがあって で越冬対策としての冬囲いをしなくなったというお話でした以上が僕が考える越冬を成功させるためのコツですえそれから冒頭で越冬時のベストの餌について考察すると言いましたがちょっと時間が長くなってしまったのでまた次の動画で詳しくお話ししたいと思います興味のある方はチャンネル登録と下のベルのクリックそれからグッドボタンもできればよろしくお願いしますそれでは今日も最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう TJ 大きでした